非常に楽しみなセンターバックだと思います。さあさあ逆サイド西田に渡るか、渡った渡った、さあ西田今日4度目の正直だね、4度目の正直、やっと決めた、プロ初ゴール、逆転、逆転になりました、3対2。いや佐藤さん決めましたよ。いやよくここの大一番決め切ったと思いますね。今日何度もチャンス、ビッグチャンスがありました、ルーキーの西田、ただ決めることができませんでした。4度目の正直、ようやく決めた、プロ初ゴールです。この前向きに奪った瞬間にもう全員が動き出しましたけども、このドリブルがね少しだけね中に行かずに外に流れちゃったんですけれども、よく決め切ったと思いますね。いやゴールキーパーのパクも前に出てましたからね。本当はもう少しねゴ